ねえ今日一緒に寝ていいなんとなく今日は別々で寝たくないなーってダメかな <laughs> ありがとう。 あれだね。一緒に寝ると、いつも思うんだけど、シングルに二人で寝るのってやっぱ狭いね。<laughs> うん。あ、そうだ。引っ越したら、ベッド新しくしよっか。二人で寝ても、余裕があるくらい、大きいやつ。 うーん。とは言ったものの、俺この狭さ、嫌いじゃないんだよね。逆に、好き、というか、幸せ <laughs> だったりするかも。だって、こうやって、うーん。<laughs> 君をぎゅーしないと一緒に寝れないからうんおおきいベッドで寝たいけどぎゅーってして寝たいしうんうんどっち選んだらいいんだろうえどっちもいいの そんなこと言われたら、本当に大きいベッドで、ぎゅーってして寝ちゃうよ。いいの本当にいいの <laughs> やったしひしひしひひ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  <laughs> うんおかしかった俺がうーん。自分じゃよくわかんない。いつも通りのつもりだったけど <laughs> もしかしたら、君と一緒に住めるってことが、嬉しすぎるのかも。俺の夢だったから。こんなに、 早く叶うなんて思ってなかったし正直ねまだ夢見心地でふわふわしてるけどそれと同時にちょっとだけ怖いんだ一緒に生活したら今まで見えてなかったものも見えてくるっていうじゃん それがきっかけで別れたりとか別れるのは嫌だから絶対にだから嫌なことあったらすぐ言ってね俺も言うからちゃんと二人で話し合って解決したい 何も言わずに我慢するのは、禁止 <laughs> 約束ね。<laughs> 俺たちのルール、一つ目だね。<laughs> なんかいいなこういうの。同棲するって実感湧いてきた。あ。 早速一つ話し合いたいことできちゃった。<laughs> あのね、お互い明日休みじゃんうん。そういう時って、前の日の夜はいっぱい頑張っちゃってもいいだって、 今までどっちも休みの日はお出かけデートするから全然できてなかったじゃん。せいぜい2回とか。それが同棲するようになったらお出かけデートはいつでもできるってことでしょだったら今までみたいに我慢しなくてもいいよね。えぇ、ー、なんでダメなの 理由は嫌だ。絶対やだ。そんな理由納得できない。一応俺だって年頃の男子だもん。人並みくらいに性欲はあるよ。しかも、彼女と同性だよ。いっぱいしたくなるのって当たり前じゃないどうしても嫌なのじゃあ、 さっきの約束はなかったことにする我慢するのは禁止ってやつ。<laughs> うん。そうだよ。意地悪だよ。こんな意地悪なことを言っちゃうくらい、君が欲しいの。だって、ずっとずっと我慢してたから。 今夜はある意味初夜だし同性の予行練習だと思って最後まで付き合って。